喜び言軍は朝鮮民主主義、人民共和国環境北道に属する軍。1977年から2005年にかけては、セビョル軍、または、セッピョル軍と呼ばれていた。なお、セビョルは朝鮮語の固有語で、新しき星の意味。環境北道の北東部に位置し、トマン港に面している。軍人民委員会が所在する。セビョル U は、軍の北寄りにある。 北に穏やか城軍、西南に海寧市、東南に喜び境軍と隣接し、都満港の対岸は中華、人民共和国吉林省昆春市で、セビオルユーに近い柳田島で橋が架かっている。高栗、里、北海国を経て、女神族の居住地であり、高来、朝鮮王朝との間に争奪が繰り広げられ、15世紀前半に朝鮮王朝の支配下に入った。 この節の出展ンコ光を境にして、中国コンハル市と接している。北北市の丹田である。トマンコ光沿岸の活炭丹田の一部を構成している。軍北部の国恵比寿、仮面、軍中部の古間原が、日本統治時代から開発が進められた丹光として知られ、現在も創業が行われている。1945年8月15日時点で、喜び源安美のり、 東原、龍徳、宇徳、あ山の六面があった。現在は一遊、三者区、尺、十一里を管轄する。当地は、テレビジョン連続劇、左官、再三のロケ地であり、いわゆる、聖地が軍内に存在する。ありがとうございます。